皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室の先生のお悩みチャンネル解決のテーマは、自分の写真や生徒さんの顔写真を載せるのに抵抗があります、どうしたらいいでしょうか、ということについてお答えしたいと思います。このテーマは結構よく聞かれるし、私もよくお伝えしているんですけれども、マストやんなさいっていうことではなく、そういうことだよっていうレベルで私の持論と考え方をお伝えしたいと思います。まずですね、写真が載っているサイトと載ってないサイト、特に先生の写真ですね、どちらが信頼してもらえるかという話なだけです。例えば特にインターネットウェブの世界って、二次元の世界なんで、ネットオカマとか昔流行りましたけど、男の人だって女の人になりすませるし、女の人だって男の人になりすませます。だから例えばケーキ、お菓子教室の先生が自分の顔を載せたくないからといってケーキを載せているプロフィールのところにですよ、これ構わないんですけれども、行く側の気持ちにちょっとなってみてほしいんですけどね。特に自宅教室です。でその行ったこともない場所に行く不安がそもそもある中において、先生の顔もわからない、本当に存在してるかどうかもわからない、今みたいな例えばネットオカマみたいな人がいて、すごい最悪のパターン言っちゃうと、その家にいるのは男の人だったりして、その地図通りに行って初めて会うことになったとしたら、その場所に行けるかどうかっていう不安がありますよね。住所公開ももちろん難しい場合があるのはよく分かってます、プライバシーの問題で。だからギリギリのところの番地まで入れといて、あとは詳細は申し込みの方にっていう、身元が分かった状態で初めて伝えていくっていう話はよく聞きます。だけれども、そういう例えば行く側の心理を考えてみていただいたとしたら、ハードルがすごく上がるということです。信頼してもらえないからです。だとすると、集客っていう側面から考えた場合には、非常にハードルが上がります。だから信じてもらえるような他の要素ですね、存在している人間として信じてもらえるの要素か、もうそんなのさておいても、もうとにかく作品が素晴らしすぎて、とにかくここに行かなきゃいけないぐらいの強い衝動に駆られるような素晴らしい作品、それで人を引っ張るっていうことはできなくはないです。だからそれができないのであれば、集客はかなりハードルが上がる、できないとは言いません、ハードルが上がる。だからもともと集客に苦戦している人がさらにそれをやることによってですよ、顔出しをしないというふうに決めるだけで、生徒さんももちろんね、頼みにくいっていうのも事情と理由はよくわかります。ただ私は私自身が顔出しをしているし、もうごくごく自然の流れで、記念写真くらいの勢いで写真普通に入ってくれる生徒さんがうちの場合はほとんど 90%、 95% 以上かな。写真ダメですっていうのは、なんかね、会社を有給取ってきてる人とかね、そういう方は無理だったし、当然入れません、そういう方は。でそういう写真があるから、また安心して皆さんも写真入ってくださるっていうことがあったので、どういうタイプの教室を目指すかっていうことですね。だから自分のプロフィールを出せないっていうのをハンデって思っているのであれば、それ以上に信頼納得できる素晴らしいレッスン内容ですね。そのあたりとか、あと文章とか誠実な文章とか、そういうもので信じてもらうしかないと思います。だから手っ取り早いのは顔が出ていたりとかする方が、まずは第一段階のハードルはクリアできるので、それをしてでも集客の量を増やすとか、信頼できる要素を増やしていくっていうことを考えるのか、どちらを天秤にかけて選ぶのはご自身なので、好きな方を選んでもらって構わないと思います。ただ世の中一般的に、あと私が知っている限りの有名な先生で、外に出てて頑張っていて生徒さんに慕われてる先生で顔出しをしてない人は今のとこいないというふうな記憶があります。なので顔出しをしないブランディングでやるっていうやり方を決めてしまってね、とにかく作品だけで引っ張るっていう風にするのであれば OK だと思います。
なのでそれをどちらをね取るのかっていうのはご自身で決めてみていただければいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。